竹里さ信頼の教育者。三東衝道有権竜林人部省出身。貧困の中で育ち、21歳の時に貧しい者に無料で教育を施し、読み書きができないことで人に欺かれることがないように、しようと思い立ち、小敷によって学校建設の資金を集め始め、30年間にわたって三東省、直霊省、河南省、 チャンス賞で小事記して回った。1888年、武君は230世の伝授を購入し、道う権流う林鎮騰門外に最初の学校である、高志県技塾を設立した。建設後、当地の紳士や巨人にひざまずいて、教授となるように来い、また、貧民の家でひざまずいて、指定を学校に送るように来うた。こうして54名の学生を集めた。学費は、 無料都市、学校の経費は、電磁からの収入で賄った。1890年、現在の林清市にある、洋二章に2番目の義塾を作り、1896年、さらに林清市に、吉島田義塾を設立した。武君は、学校の創設に一生を捧げ、生涯独身だった。1896年、積年の苦労から病にかかり、吉島田義塾で世を去った。 高志県義塾の東側に葬られ、葬儀には、道優、立刀、林清の官人、共信はじめ1万人以上の群衆が参列した。武君の活動に対しては、当時から高い評価を得ていた。三島巡部、徴用は電磁への課税を免除し、銀200両を寄付した。高所定は武君を、義学生に封じ、広報場内ちにを与え、さらに、 落前校生の廃慮を建設させた。1930年代にも教育の普及に捧げた人物として模範とされた。1950年、武君の生涯を描いた孫悠監督、長短主演の映画、武君伝が制作された。しかし1951年、毛沢東が大規模な武君伝批判運動を繰り広げた。文化大革命中に、 冠県の中学の公営兵が教師と共に、武軍の墓を暴き、遺骨を焼却処分した。ありがとうございます。